パワーアレンジャーはアメリカ合衆国のテレビドラマシリーズ。日本の特撮テレビドラマシリーズ、スーパー戦隊シリーズの英語版ローカライズとしてハイムサン、シュキレビに生み出された。北米で最も成功した日本製コンテンツとされる。略称は PR、パワレン。1993年に第一作マイティン・ボーフィン・パワーアレンジャーシーズン1よりシリーズ開始。以降、 原則として前年に日本で放送されたスーパー戦隊シリーズの作品をベースに制作、放送が行われている。対象年齢は3歳から11歳までで日本より少し上となっている。ドラマパートには現地の俳優を使い、当初はアメリカで2002年9月以降はニュージーランドで新たに撮影している。シリーズのクリエイターであるハイムサバンは 日米の映像を組み合わせたハイブリッド作品が両国の文化の橋渡しになると述べているが、原作が日本の番組であることはアメリカではあまり言及されておらず、原作の制作会社である東映の評価にはつながらなかった。日本においても日本製コンテンツの成功例として紹介されることは少なく、東映やバンダイもパワーレンジャーの存在を積極的に紹介してはいない。 田崎き太によれば予算は日本の3倍程度とされ戦闘シーンや特撮パートが流用できることからそれ以外の部分に時間をかけることができるというメリットがあるとされるドラマパートの配役は初期メンバーの性別人種などが可能な限り均等になるよう配慮されておりワイルドホースまでは日本版のメンバーの中で女性が一人の場合主にイエローの性別を 男性から女性に変更することもあった。パワーレンジャーがヒットするまでアメリカには子供向け実写番組がなく、それがヒットした要因の一つと考えられている。ハイムサバンが東映に交渉に訪れた際に、アニメは世界中から入ってくるからいらない、実写番組が欲しい、毎週特撮番組を作れるのは東映だけだと鈴木武之に語ったとされる。パワーレンジャー以前にも、 日本の特撮作品が放送されたことはあったが、地方局のみでの放送だったことや、日本人が主役であることなどから、人気は得られず、現地俳優を起用したことが成功の要因の一つとされる。アメリカオリジナルで番組を作らない理由として、アメリカで特撮番組を作った場合、高額な制作費と長い撮影期間が必要になり、テレビ番組の予算では作れないというものがある。 毎回新しいモンスターの着ぐるみを制作するということもアメリカではできず、東映の特撮関係のノウハウは世界で類を見ないものだとされる。2018年第一作の放送開始日である8月28日がパワーレンジャーの日に制定された。マーベルプロダクション社長のマーガレット・ローシュは、東映のスーパー戦隊シリーズに注目していた、スタンリーからいくつかのビデオを見せられた。 ローシュはこれらの特撮テレビドラマをかなり気に、入り、英語吹き替えのパイロット版を制作し、数々の放送局へ売り込みに行ったが、結果は不評に終わった。ハイムサバンは1984年に日本を訪れた際、スーパー戦隊シリーズを視聴し、興味を持つ。1985年、サバンエンターテイメントは、スーパー戦隊シリーズの国際放映権を1話につき1万ドルで、 取得。超電子バイオマンの英語吹き替え版を制作を予定していたが、式レビがそれに反対したことにより、ドラマパートをアメリカで新規に撮影する制作方式が考え出され、パイロット版作品、ビオマンを制作。テレビ局に売り込むが、どこからも相手にされなかったという。後年、フォックス放送の子供向け番組放送枠フォックス、キッズを運営していた。 コックスキッズネットワークの社長になっていたマーガレット・ローシュがヨーロッパ製アニメの売り込みに来たハイム・サバンに違うものが欲しいと要求。それを受けたサバンは嫌われている作品であるということを説明した上でビオマンを見せる。それを見たローシュはこのフォーマットなら今度こそスーパー戦隊シリーズを放送できると思いすぐにサバンとの契約を決めた。 ビオマンの出演者が役を再演することが年齢的に不可能であることなどから新規に番組を作ることが決まる。1991年、サバンエンターテイメントから東映にスーパー戦隊シリーズの輸入が打診される。サバン側は特撮作品に注目しており、数年かけて研究や準備を続けていた。東映は当初、米国展開に懐疑的だったが、 東映スタッフとの会談の席でスーパー戦隊シリーズの主題歌を歌うなどしたサバンの熱意に押され米国展開を決める。ハイムサバンはスーパー戦隊シリーズのドラマパートをアメリカ向けのストーリーに作り直し戦闘シーンの映像は可能な限り日本の映像を流用しつつ必要に応じてアメリカで撮影するというパワーアレンジャーシリーズのコンセプトを東映側に提案。 東映側はスーパー戦隊シリーズをそのままアメリカで放送したい意向だったが日本人だけが出演する番組はアメリカでは受け入れられないことと日本のアクション描写がアメリカの放送コードを通らないなどの事情からスーパー戦隊シリーズをアメリカで放送することは難しいと言われた東映側は映像をサバン側に送りアメリカで問題のあるシーンを指摘するように依頼その結果 ほとんどのシーンがアメリカの放送コードに接触すると指摘される。その後も交渉が続けられ、完成した作品の形となった1993年にシリーズ1作目となるマイティモーフィンパワーレンジャーがフォックスキッズにて放送開始。制作にあたって単独のヒーローになれた、米国人スタッフには5人組のヒーローへの違和感があったが、皆で力を合わせ、 欠点を補い合って戦う点が米国になかったアイデアとして受け入れられた。ルーカスライセンシング社のハワード・ロフマンに日本の実写スーパーヒーローのガラクタではサバンが大した成功をしないだろうと言われ、フォックス放送社長のルーシー・サルハニーも難色を示していたが、アメリカで放送されるや、たちまち大ヒットとなり、社会現象となった。その人気たるや、政治家が、 スピーチ会場にパワーレンジャーを呼び、人気取りをするほどだったという。特に、グリーンレンジャー登場編は、アメリカの子供番組史上で最高の視聴率を記録した。本来は、全40話で終了する予定だったが、この人気を受けて60話まで延長され、これ以降のシリーズ化も決定した。人気のピークだった1994年には、バンダイアメリカが発売した変形する。 ヒーロー人形は1年で1600万個以上売れるシリーズ最大のヒット商品となり1994年当時トイザラスの CEO だったマイケル・ゴールド・スタインは入荷した当日か翌日には全て売り切れてしまうと述べ同年にはハロウィン用のパワーレンジャーコスチュームが過去最高の売り上げを記録している同年のアメリカにおけるパワーレンジャー関係の売り上げは10億ドルを超えたとされ 全世界合計では16億ドルを記録した。バンダイのパワーアレンジャー玩具の売り上げは1993年の27億円から大きく伸び、アメリカ国内では320億円、全世界合計では400億円となった。同年のサバン社の利益は5億ドルを超えたと言われている。アーノルド・シュワル・ツェネッカー主演のジングル・オール・ザ・ウェイは、クリスマスにパワーアレンジャーの玩具が、 入試困難になる現象に着想を得て制作された。吉川進はパワーレンジャーで国外にマーケットが広がったことで終了が決定的になっていたスーパー戦隊シリーズの継続が可能となったと述べ、東映内部の格付けにおいて最下位に位置していた子供向け番組の地位向上にもつながったとしている。ハンドラッグ、反暴力プログラム NPO。 DARE のキャラクターに採用されており、キャンペーン CM などが制作された。1995年にテレビシリーズの成功を受けて、パワーレンジャー映画版が20世紀、FOX 主導で制作され、同年の子供向け映画における、興行収入第10位の作品となった。1997年には、パワーレンジャーターボ映画版誕生、ターボパワーが制作され、 20世紀、フォックス配給で公開された。2001年7月にフォックスファミリーワールドワイドが、ウォルト・ディズニー・カンパニーの参加となることが決定し、その影響で、サバン・エンターテイメントも、ディズニーの参加となり BVS エンターテイメントに、社名を変更。第10シーズンとなる、パワー・レンジャー、ワイルド・フォース以降の作品は、ディズニー制作、配給となり、放送局も、 フォックス放送から ABC 放送、ABC ファミリー、トゥーンディズニー等のディズニー参加の曲になった。第11シーズン、パワーレンジャー・ニンジャストームからは正式なディズニー制作による作品となるが、本シリーズのような特撮作品の制作費がディズニーの予想より高額だったため、制作費の削減を求めた結果、撮影ロケ地がニュージーランドに変更された。 ニュージーランドに撮影地が変更された理由はディズニーはディズニーチャンネルオリジナルムービーをニュージーランドで撮影した経験から現地のスタッフの実力など制作体制に問題がなく当時ニュージーランドが英語圏で一番物価が安い国であることと風景が日本に似ていることなどが理由とされるニュージーランドで撮影を行えばアメリカの半分からに 3程度のコストで制作が行えるとディズニーは予想していたが NZ ドルの為替レートが値上がりした影響でアメリカ資本である本シリーズは制作費が減ってしまった。ディズニーの移行により原作のコンセプトとキャラクターデザイン、巨大戦の映像のみを流用しオリジナルの世界観を作り込む方針となった。放送局の数が多いアメリカにおいて テンポの悪い番組は子供に飽きられてしまうということをディズニーは意識しており、アクションがメインでドラマが短いパワーレンジャーシリーズにシチュエーションコメディの手法を取り入れることで話の展開を早め、3分に1回はコメディシーンかアクションシーンを入れることで視聴者である子供に飽きられない番組作りが行われていた。忍者ストーム以降はオークランドにある スタジオウエストで撮影が行われ、SPD から RPM まで制作プロダクションだった、レンジャープロダクションズは同社の敷地内にあった。ディズニーがスタジオを新設したこともあり、一つのスタジオがパワーレンジャーのためだけに機能するという理想的な制作環境となった。忍者ストーム以降、撮影ロケ地が日本とは季節が逆であるニュージーランドに変更されたことと、 撮影期間がこれまでの約10ヶ月から半年に短縮された影響で原作となるスーパーセンタイの撮影期間とのタイムラグが短くなり本シリーズの撮影が原作の撮影に追いついてしまい原作と並行して制作されることもあったサバン時代は原作の放送終了後に制作が開始されていたがディズニー制作になって以降は 原作から半年遅れで制作が開始されるようになっており、原作の情報を早めに売る必要ができたことから、東映側スタッフと協力する機会が増したとされる。ニュージーランドが冬となる5月から8月までは、撮影が休止されるため、その時期には、坂本光一が日本に赴き、東映側スタッフと打ち合わせを行い、原作の中盤以降のストーリーを確認して、 本シリーズのストーリーに反映させていた。それと、並行して、来シーズンのプリプロダクションも始まる。小道具やレンジャーのスーツなども以前は、原作の撮影終了後に現地に送っていたが、ニュージーランド撮影になって、以降は、原作の制作が始まった段階でアメリカ側が、東映が制作したカタログをもとに、レインボー造形企画に必要なものを発注し、 新規に制作するという形をとっている。第17シーズン、パワーレンジャー RPM をもって、パワーレンジャーシリーズの制作は、打ち切りとなり、2010年は、マイティモーフィンパワーレンジャーのリマスター版が放送された。坂本光一によればこれはサバンへの権利上との手続きに時間がかかるため、シリーズの制作を停止する必要があったとされる。 サバンブランドによるシリーズ買収の際、ディズニーはもはやこの番組は我が社の戦略にフィットしないと述べている。2010年5月、ハイムサバン率いるサバンキャピタルグループは2008年から続く交渉の結果、パワーレンジャーの権利を4300万ドルでディズニーから買収。サバンは東映と新シリーズ制作配給の契約を結び、 バンダイアメリカとアジアを除いた地域のマスタートイライセンス契約を結ぶ。サバンキャピタルは本シリーズの買収と同時にブランド管理会社サバンブランドを設立し、2011年のパワーレンジャー侍以降、同社が本シリーズの制作、廃棄を手掛けている。シリーズの著作権は BVS エンターテイメントから SCG パワーレンジャーズ LLC に移行。放送局は ニコロデオンに変更され、2021年までの放送が決定している。サバンの意向で、サムライ以降の作品は2シーズン制となり、1作品の放送期間が2年に変更された。サバンブランドは、テレビ放送に加え、DVD、ブルーレイ、携帯連動、ゲーム、仮想空間、ソーシャルメディアライブイベント、家族ツアーなどの展開を示唆しており、 サバンが番組の配給、バンダイがガング、バンダイナムコゲームスがゲームをそれぞれ担当するとしている。撮影はディズニー時代に続いてニュージーランドオークランドのスタジオウエストで行われている。サバンブランドは原作となるスーパー戦隊シリーズに忠実な番組作りを目指し新規戦闘シーン撮影を行わない方針となった。年にサバンブランドは ライオンズゲートと共同でパワーレンジャーの新作映画を制作すると発表。2017年に映画パワーレンジャーが公開された。2018年2月、サバンブランドとバンダイアメリカはパワーレンジャーのマスタートイライセンス契約を更新しないことを発表。新たにハズブロが2225万ドルでマスタートイライセンスを取得。その後、 はずびろは方針を転換し、サバンブランドから5億2200万ドルで、パワーレンジャーシリーズのほかサバンブランドが保有している複数のブランドを買収することを発表。同年6月12日に買収は完了し、2019年以降は同社が本シリーズを制作し、ハイムサバンはコンサルタントとして関わるとされる。鈴木武之によれば、 日本のスーパー戦隊シリーズの作品の企画段階でアメリカ側にモチーフなどを伝えておりアメリカ側から難色を示されることもあったが最終的には受け入れられている鈴木はアメリカを意識してスーパー戦隊シリーズのモチーフを決めたことはないとしておりアメリカ側が嫌なら2年続ければ良いと述べているシリーズ初期はスタッフは翻訳されていない原作の映像内容を 理解できないまま視聴して、俳優や日本語の映っていないシーンを抜き出して、脚本に組み込んでいたが、ターボの時期からは、坂本光一が、脚本会議の際に、原作の内容を通訳するようになり、原作のストーリーの要素も取り入れられていった。ワイルドホースまでは、原作となる、スーパー戦隊シリーズの映像を分析し、ストーリーや使用できる映像をまとめ、その情報をもとに、 プロデューサーのジョナサン・ズワクワート、坂本孝一がシーズンの方向性を決めていた。ディズニーで制作されるようになってからは原作の放送中に制作がスタートしていたため、東映から送られた原作の映像を主要スタッフが同時通訳を聞きながら視聴し、撮影開始前の段階でシーズン全体の3分の1の構成を決め、残りは日本から送られてくる情報をもとに構成を、 決めていた日本では定着しているヒーローによる名乗りだが、アメリカには名乗りを上げる文化がないため、アメリカ人スタッフには敵を前にして、ポーズを取り続ける行為を理解できず、名乗りシーンのカットを提案されたが、日本側が名乗りを入れないのなら、輸出はしないと拒否したとされる。これは、歌舞伎や時代劇が原点にある日本と、西部劇が 原点にあるアメリカの文化の違いもあったとされる。日本側との話し合いの結果、アメリカ側も理解を示したことで、パワーレンジャーにおいても名乗りは定着し、2018年時点では、日本側スタッフ以上に、アメリカ側スタッフが名乗りを好んでいるとされる。多民族国家であるアメリカの事情を反映して、性別、人種などが可能な限り均等になるよう配慮の上で、制作されている。 人種に関しては均等にしなければならないという決まりがあるわけでなく、幅広い視聴者層に受け入れてもらうために様々な人種の俳優を起用しているとされる。忍者ストーム以降は撮影地であるニュージーランドとオーストラリア、カナダの俳優を中心にキャスティングが行われている。これはアメリカの俳優は映画俳優組合などの関係により、 アメリカ国外で活動を行うことが難しいといった事情があるとされ、準備から完全パッケージメディアまでをニュージーランド国内で行えば国から助成金が出ることも理由となった。キャスティングの問題点としては東洋系の俳優が不足しているとされる。俳優が変身前のアクションをこなすことを前提に制作されており、原作であるスーパー戦隊シリーズに比べ、 役者自身によるファイトシーンが多くなっている。パワーレンジャー役の俳優はいずれも格闘技や体操の経験のある者が選ばれており、撮影開始前の2週間はスタントマンと共にヒーローアクションのトレーニングを毎日4時間受けている。原作となるスーパー戦隊シリーズに出演した幹部役の俳優の起用をアメリカから打診されることもあるが、蘇我町子などを除いて、 実現に至っていない。日本のスーパー戦隊とは違い、全作品の世界観が繋がっており、初代からインスペースまでは登場人物が前作から引き続き登場するという流れになっていたが、ファンの世代交代などもあり、インスペース以降の作品は一作ごとに話が分かれるようになった。当初、原作は使える映像を探すだけの存在として、 扱われていたが、シリーズが進むにつれて、ストーリーと映像が噛み合っていないという問題も起きた、ことから、ストーリーなども、原作を参考にするようになる。初期シリーズは、学園ドラマを主体とし、敵が現れたから戦う、といった単調なストーリーだったが、ターボの後半からは、シリーズ全体のストーリーを作るなどし、インスペース以降は、SF 要素が強まっていった。 またディズニー制作になってからは、現代の若者に反映される内容にしたいという、要望もあって現代的な描写やコメディ要素が増え、日常描写に力を入れるようになり、セリフ量が倍増した。サバン制作の作品では、スーパー戦隊シリーズを意識したヒーロー的なセリフ回しが行われているが、ディズニーは自然なセリフ回しを望み、現代の若者の雰囲気を出すことを要望した。 東映はパワーレンジャーの制作には技術面のアドバイスなどは言っているが内容面はアメリカ側に任せている。日本のスーパー戦隊シリーズではドラマパートと戦闘シーンは一般で撮影され巨大ロボの登場シーンの未別班が担当することが多いがパワーレンジャーではドラマパートを撮影するメインユニットと戦闘シーンなどを撮影するセカンドユニットの2班に分かれて撮影されている。 本来、セカンドユニットは、俳優の顔が映らないシーンや、インサートシーン、スタントシーンなどを撮影する、メインユニットの補佐的な存在だが、パワーアレンジャーにおいては、俳優の顔が映らない、変身後のシーンが多いため、台本を、シーンごとに分けて担当シーンは、セカンドユニットがすべて撮影する手法が取られた。パワーレンジャーには、日本の特撮監督にあたるスタッフが存在しないため、 セカンドユニット監督がそれらの仕事も兼ねている。それぞれ班は干渉せずに撮影を行っていたが、第3シーズンの時期から2班が協力して、撮影を行うようになったとされる。日本の映像を流用するため、撮影スケジュールは短く、9日から12日で3話分の撮影が行われる。ニュージーランドで撮影が行われるようになってからは、原作のロケ地に似た場所を探して、 リストを作り、原作のロケ地に合わせた撮影が行われている。ロサンゼルスでは映画産業が豊富なことから街中での撮影許可が取りやすいが森などの自然を表現することが難しく、ニュージーランドでは自然の撮影は容易だが街中での撮影が週末などにしか行えないという問題点があるとされる。ワイヤーアクションが多いことから ワイヤーを吊るスクレーンが入れる場所であることも重要と、される。初期の作品では変身後の戦闘シーンは、戦隊のものを編集して作られており、ドラマパートとつながらない、シーンなどは日本から送られてきたスーツを使って撮り、足すという手法が取られていた第一シーズンの後半に、原作である、1レンジャーの映像を使い果たしたため、日本にて、アクションシーンの追加撮影が行われた。 しかしこの方法では効率が良くないと判断されたことからアメリカで戦闘シーンを撮影する方針が取られた。当初は現地のスタッフスタントマンがアクションを担当していたが完成した映像に制作側が難色を示したことアクション監督のジェフ・プルートがスタントマンが良くないと不満を述べたため日本からスタントマンを招集することが決定。日本人スタントマンの参加後 プロデューサーがジェフ・ブルートのアクションに難色を示し、第2シーズンの終盤からは坂本光一に変更された。以後、基本的にレンジャーのスーツアクターは日本人が担当している。坂本光一によれば、パワーレンジャーの制作のためには、最低でも10人程度の日本人スタントマンが必要だとしている。日本人スタントマンは、アルファスタントが用意した住宅で、 シェアハウス的な生活を行うとされる。日本ではアクション監督や盾主が一人でアクションを仕切るが、パワーレンジャーのアクションは参加しているスタントマンたちの意見を聞き、それを尊重したアクション作りが行われている。初期10シーズンのプロデューサーだったジョナサン・ズ・ワクワーは、坂本孝一や田崎隆太など日本の監督に関しては日本式のやり方で演出するように依頼しており、 現場のスタッフは日本のやり方に困惑していたもののシリーズが進むにつれて理解を得られたとされているシリーズが進むにつれて現地で撮影される映像も多くなり2008年頃には巨大戦を除くほとんどのアクションが新規に撮影されているこれには日米の放送コードの違いから流用できない映像があることなども原因の一つとされるパワーレンジャーにおける アクションの方針として、坂本孝一は、日本のアクションに香港アクションを取り入れ、新しいものを作ると述べており、香港風のワイヤーアクションや、ボディアクションが多用されている。アメリカでは、バイク玩具の人気が高いことを受けて、バイクアクションも多い。生身の格闘シーンでは攻撃した、際の効果音は、金属音が使われている。本シリーズの戦闘シーンは格闘技の試合のような、 描写がされ、痛みを感じさせるような描写は現金とされる。規制に触れない限り自由なアクションができるため、様々なアクションを、パワーレンジャーのアクションスタッフを試すことができたという。インスペース以降、一部の作品を除いて、主に、レッドレンジャーが装着する強化アーマー、バトライザーが登場するが、これは強化アーマーを装着したレンジャーの玩具のセールスが好調だったことから、 テレビシリーズにも反映された形となっている。当初投影ではレンジャーにオリジナルの装備をさせることを許可していなかったが、これはアメリカで装備を作ると安全性や装着性を優先してデザインが荷物着になってしまうという点に難色を示したためとされる。メガゾードの戦闘シーンは日本の映像が主に使用されているが、アメリカ人には ミニチュア特撮が巨大なロボットの戦いに見えず、ガウムの街にいるようにしか見えないという事情から CG や合成カットを中心に流用し、ミニチュアセットが映るシーンが少なくなるように編集されている。巨大戦が流用映像中心なのはアメリカには日本における特撮班がないため、巨大ロボのシーンを撮影した場合に映画並みの予算と時間が必要になるためとされている。 アメリカの子供番組では表現上の規制が厳しいため、たとえ悪役でも人間が死亡したりすることは、基本的に厳禁とされている。モンスターは、原作同様に普通に倒されているが、モンスターは、人間ではないことを強調する描写を入れなければならず、倒されて爆発するシーンには、ファンタジー的な描写を入れなければならないとされる。顔出しの幹部などは倒されても封印されるか 浄化されて善人になるなどして死の描写を避けている。顔や腹への攻撃や倒れた相手を攻撃するシーンは流用できず新規撮影部分においても禁じられている。ディズニー制作作品ではさらに胸への攻撃も禁じられたためそのようなシーンがある場合は攻撃を防御する描写を入れなければならないとされる。日本では普通に行われている片手を掲げるガッツポーズはアメリカでは タブーとされており、坂本光一は原作に存在していると一番困る描写だと述べている。他にサムズアップもディズニーの意向で使えないとされる。東映側はアメリカの規制に合わせてスーパー戦隊シリーズのアクション描写を変えるなどといったことはせず、アメリカ向けのアクション描写はアメリカ側で撮影するようにと伝えたとされる。アメリカのキャラクタービジネスは映像作品により、 ガング展開が先行することが通例となっており、パワーレンジャーのガング展開も番組の放送が開始される2ヶ月から3ヶ月前から開始される。販売スケジュールの関係もあり、初期を除いて本シリーズのガングの開発は原作となるスーパー戦隊シリーズのガング開発と並行して行われている。ガングの年間売り上げは平均して1億ドル前後とされる。 本シリーズのガング購買層は、初期シリーズでは3歳から16歳程度、男児だけではなく女児のファンも多かったため、女児向けの商品も販売された。2001年頃は、購買層が下がり、男児中心となっている。日本のスーパー戦隊シリーズでは合体ロボットが主力だが、パワーレンジャーの主力は、アクションフィギュアである。売上の比率は、フィギュア、合体ロボット、なりきり、 玩具の順となっており、2011年時点では、玩具売上げの66.5%がアクションフィギュアとなっている。フィギュアの売上げは、レッドレンジャーが一番高く、途中から登場する6人目のレンジャーも、レッドと同じ程度売れるとされる。ピンクやイエローなどの女性キャラクターのフィギュアの製造数は少なめとなっている。日本では悪役の玩具は売れないため、 発売される玩具が総じて戦隊側が主流なのに、対し、パワーレンジャーのアクションフィギュア分野においては日本で発売がされていない、敵側の人形も作られているが、番組の設定やストーリーが作られる前に開発が行われるため、玩具化されたモンスターが番組に登場しないということもある。ゲストのモンスターも玩具化されたシリーズ初期を除いて、悪役の玩具は戦闘員と幹部が、 それぞれ一体ずつが基本となっているが外見が良いと判断されればゲストのモンスターも玩具化することもあるとされる。初期の巨大ロボのデラックス玩具は日本で製作された玩具に依存しているものが多かった。日米の安全基準の違いやコスト削減などの理由からパワーレンジャー版では金属パーツがプラスチックになっている塗装が省略されている。 車上のパーツが紐になっているなど、仕様が異なるものが多い。デラックス玩具の価格は、日本の半分程度となっている。近年では、基本的に、バンダイアメリカ側で新しく設計されるようになっており、日本版との互換性もなくなった。玩具オリジナルの商品なども販売されている。日本において、テレビ番組に登場しない商品を売っては、ならないという考え方が強いが、 アメリカにおいてはオリジナル商品が販売されることが本シリーズ開始以前からの通例となっている。これは日米の国民性の違いによるもので日本ではテレビ番組そのままのデザインの玩具が売れるがアメリカでは追加パーツのついた玩具が売れるとされる。フィギュアに対応した乗り物の玩具が人気も人気が高い。アメリカではトレーディングカードが盛んなため本シリーズも パック売りやカジレオンでカードが販売され、カードを付けのフィギュアなども展開された。本シリーズを放送している国は2006年の段階では65カ国、2011年の段階では100カ国を超え、玩具展開を行っている国は約60カ国以上にわたる。サバンブランドによるシリーズ買収以降、本シリーズの国際配給はマービスタエンターテイメントが行っている。 フランスをはじめとするヨーロッパの国々ではかつて日本の戦隊シリーズをそのまま現地語に吹き替えバイオマンシリーズと称して放送していたが本シリーズが誕生してからはそちらを放送するようになった2001年以降フランスにおいて本シリーズの人気は低迷していたが2010年以降は盛り返している2017年11月から ビズメディアヨーロッパが本シリーズのライセンスとマーチャンダイジングエージェント業務を行っている。ノルウェーでは1993年に発生した子供が他の子供の腹を蹴って死なせるという事件を受けて放送禁止となり、デンマーク、スウェーデンでも放送が打ち切られた。1994年にドイツで放送が開始。1995年にはフィンランドで放送が開始。他に イギリス、イタリア、ベネルクスなどでも放送。ブラジルなどでは過去にスーパー戦隊シリーズの現地交付機替版が放送されていたが、本シリーズの放送が開始されてからはそちらを放送している。1999年以降、中南米における本シリーズの玩具展開はマテルが行っており、2014年から本シリーズを放送しているカートゥーンネットワークラテンアメリカは、 中南米における本シリーズのマーチャンダイジングエージェントも兼ねている。日本人が受け入れられやすいとのことから、東南アジアなどでは日本版の戦隊シリーズをそのまま放送している国が多い。マレーシアではスーパー戦隊シリーズと本シリーズが並行して放送されている。英語が公用語であるシンガポールでは本シリーズを英語版のオリジナルのまま放送している。 他にはインドなどでも放送。韓国韓国でも、かつて本シリーズの放送が行われていたが、2004年に、爆竜戦隊、アバレンジャーが、パワーレンジャー第のサンダーのタイトルで放送されて、以降、原則として、前年に、日本で放送されたスーパー戦隊の吹き替え版が、パワーレンジャーのタイトルで放送されている。鈴木武行は、韓国は、アメリカ側のテリトリーだが、 日本の作品を放送していると述べている。なお2010年は、サムライ戦隊真剣ンンジャーではなく、百獣戦隊ガオレンジャーが放送され、2011年は、天宋戦隊ゴセイジャー、2012年は、海賊戦隊ゴーカイジャーが放送されている。キャプテンフォースでは、未放映の、オシフー戦隊ハリケンジャーと、真剣ンンジャーがそれぞれ、忍者ストーム、ブレードフォースとして登場している。 また、充電戦隊恐竜ジャーは、現地キャストによる続編、充電戦隊恐竜ジャーブレイブの制作が発表されている。韓国では、過去にも、超新星フラッシュマンなどの作品が VHS ソフトとしてリリースされたことがある。日本1995年から1996年に、原作である、スーパー戦隊を放送している、テレビ朝日にて、 第一作のシーズン1途中まで放送された後、1998年から2003年にかけてスーパーチャンネルで第一作からライトスピードレスキューまで放送された。若松剛氏は CS では具体的な視聴率がわからず、玩具展開なども行われていないため、日本での知名度や人気の高さが測れないと述べている。2011年より東映によるパワーレンジャー、 日本語吹き替え版プロジェクトが始動。東映チャンネルにて2011年に SPD2012 年にミスティックホースと続けて放送された後、オペレーションオーバードライブから RPM までの作品を飛ばし、2013年よりサムライ2014年には続けてスーパーサムライが放送された。2016年からメガホースが字幕版で放送された。 本シリーズの日本語吹き替え版において原作であるスーパー戦隊シリーズに出演した俳優が起用されていることがあるが小川照明は純粋に作品を楽しんでほしい自分たちの顔をイメージすると作品が見えなくなってしまうと述べているイスラエルでは最も愛されているテレビ番組に選出されている他にはドバイなどでも放送されているカナダでは YTV で放送されているが ノルウェーでの事件を受けて一度放送禁止となっている。ニンジャストーム以降、撮影地となっているニュージーランドでは1993年に放送が開始されたが、ノルウェーでの事件を受けて、暴力番組として同年中に打ち切られ、その後、パワーレンジャー侍から放送を再開している。他には、オーストラリア、南アフリカ共和国などでも放送。塚田秀明と、 坂本光一が親しかったことから、塚田の提案で、魔法戦隊マジレンジャーのオープニングの一部の撮影が、パワーレンジャーシリーズのスタッフの協力のもと、ニュージーランドで行われた。これが、きっかけとなり、SPD のバトライザーが、魔法戦隊マジレンジャー VS デカレンジャーに貸し出され、重剣戦隊激レンジャーにおいてもオープニングの一部が、ニュージーランドで撮影されている。 2015年放送の手裏剣戦隊ニンニンジ忍ー第34話にて偶然来日していたパワーレンジャー大のチャージのコーダダ大のチャージブルーレンジャー役のヨシスダルソが友情出演している人気を得ると同時に敵と戦うという内容から暴力的であるという批判が行われておりノルウェー、デンマーク、カナダ、ニュージーランドでは前述の通り暴力番組として一度打ち切られている アメリカにおいても、暴力的な番組として政府から批判され、放送中止を要求されたこともあったが、人気の高さと、経済的な影響の大きさから打ち切りを免れている。アメリカの教育者、ダイアン・レビンとナンシー・カールソンは、実写番組であるため漫画と違い、子供が現実とファンタジーの区別がつかなくなると、問題視しており、スウェーデンの哲学者シセラ・ボクは、パワーレンジャーは子供を、 攻撃的にし、暴力に対して鈍感にさせていると述べている。アメリカにおいては新番組は秋から放送されることが通例だが、本シリーズは、ジオイコウハルからの放送となっている。これは、玩具の企画スケジュールなどの関係で万代から要望されたものである。基本的に、日本国内では発売されていない。本シリーズの成功を受けて、同様に、 日本の特撮部分と現地のドラマ部分を組み合わせる方式のスピンオフ作品が制作された。これらの作品群が作られた理由として、トニー・オリバーは模倣番組が作られる前に自分たちの手で作ったと述べている。パワーレンジャー、ターボの時期に脇役のバルクとスカルを主役としたテレビシリーズの制作が予定されていたが中止となっている。はリーダー、はサブリーダー、 は女戦士括弧内は原作での名称パワーレンジャーエイリアンレンジャーウィンドウレンジャーサンダーレンジャーその他の忍者ストームありがとうございます